はい、はじめまして、ユンです。よろしくお願いします。トイと申します。チャンディ、タングイ、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ティさん、今年おいくつですか？今年33歳です。33歳。日本に来てどのぐらいですか？今は、今年は、ね、7年間目になります。7年ですね。結構長いですね。はい、子供も一緒に日本にいますか？現在は一緒に住んでいませんですが、将来は一緒に住む望みがあります。はい、そうですね。じゃあ、今度の仕事、ちょうどいい時間ですね。9時から15時、15分か15時半まで大丈夫ですね。基本通り大丈夫です。うん、わかりました。はい。今どこに住んでいますか？最寄り駅。はい、西船橋駅にからの近くに住んでいます。はい、分かりました。じゃあ西船橋駅ですね。はい。西船橋駅から、小岩か新小岩駅の方行きやすいので、そちらの駅でいいかな。はい、それが一番いいと思います。はい、はい、分かりました。そうですね。はい、料理はよくしていますか？よくしています。今まではどんなアルバイトをしていますか？今、ベトナムの料理のベアウサイというレストランで働いています。アルバイトですか？はい、アルバイトとして。ホールですか？キッチンですか？時々ホールもヘルプして、大抵はキッチンでやっています。キッチンですね。はい、わかりました。キッチン。じゃあ、料理することも結構できますね。ナイフ使ってたりすることも大丈夫ですね。はい、はい、大丈夫です。右利きですか？はい。右利きですね。そうです。わかりました。はい。仕事はいつからできますか？2月の24日からできます。2月の24日からできますね。はい。ありがとうございます。はい、その簡単な情報だけ確認したいと思いますが、Tさん常に日本語もできますので、多分大丈夫だと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。